どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク第23回占領戦お疲れ様でしたということで、今回も例のごとく、報酬の地形ガシャ引いていきたいと思います。僕どっちだったのかな？グール側だったんでしょうか？それすらも覚えてないくらい、あんまりやる気は出なかったんですけど、とりあえずね、50位以内には、入っときゃいいかなと思って、すげえギリギリのラインを攻めてたんですよ。45から50の間ぐらいに。すげえギリギリのラインでサボりつつやってたら、見事に51位でしたね。俺もだいぶね、やる気がなくなって、あれ？俺今どれ引いた？これじゃないよね。またね、このチケットを配られてるスペシャルガシャの感謝チケットを使うね、やつは、いずれやろうとは思ってるんですけど、とにかく今は、あれ？なんでこれチケットないの？これ。あ、こっちか。とにかく今はこっちのチケットをね、消費していくと。今一瞬びっくりしたわ。これいちいちこの、あれか、最初に戻されんのか。めんどくさいな。てか、チケガシャの SR っていつ配られたんだ、これ。もしかして報酬の中に混じってたのか。久しぶりになんかこの SR チケットが手に入ってるから、なんでだと思ったんだけど。明日から始まる占領戦はまた、あれかな。ちょっと真面目にやろうかな。何が来るんだろう。なんか一応ね、ゲームの中でストーリー的には進行してるよね。おっかいが出てきたってことは、今ピエロを捕まえて、で、金木の偽物か。ハイセの偽物を、ステージ上で斬首するっていうあのシーンだと思うんだけど、ついにおっかい出てきたね。ていうか、プレイヤブルキャラクターで使いたかったんだけど、もう出てこないんじゃないかなとは思いますね。プレイヤブルキャラクターに関しては、派遣はね、誕生日一応用意されてたんだけど、あれは事前に用意されてたから今出してるのかなって感じですね。もうこれからは復刻のガシャしか残ってこないと思います。このスペシャルのやつと、あと石で弾ける歴代スペシャルガシャ大集合のやつですね。あれしか残ってこないんじゃないかなと思っています。ここで新キャラ出してもメリットはないからね。新キャラを作るメリットもないし、出すメリットもない。事前にそれを作ってたなら別だけど、次派遣だね。ちょっとやりにくいな、これ。もうね、ボックス整理するのもめんどくさいから、石2、30個ぐらい砕いてまたボックスを拡張したんですけど、いいでしょう。もう今更でしょ。石使う機会もないかなと思って、最後250個ぐらい溜まったら確定枠まで1回回すかもしれないんだけど、石使ってね。もう石は使わずにそのまま置いておくっていうのもまた一興かなと思って使ってないですね。どうですか皆さんは。もう占領戦、もう本当に23回、この23回の占領戦はマジで人が少なかったイメージですね。S の派遣をこう1個パーンってクリアしたら、こうなんていう順位が変動するような、全然、50以内はそこそこにぎわったのかな。人口的にはね、1000人いないような気がする、このゲーム。今派遣の SSR 引こうか。人口的には1000人いないような気がするんですよね。ただストーリーも追加されてるし、今ストーリーでもね、ストーリーは多分まだ RE のこの2部、RE シーズン2に入ったぐらいだと思うんだよな。全然ストーリーも進めてないんだけど、シーズン2に入ったぐらいだと思います。なんで最後までいけるかもしれないが、がっつりこうドガーンと入れ込んでくれたらね、いけるかもしれないが、どうなんでしょうか。そんなんでいいんだろうかと思う自分がいるわ。どうせならこの最後までこうストーリーを出し切ってサービス終了を掲示するというか、告知するというか、ならいいんだけど、サービス終了を告知してから、ストーリーをこう追加されても、なんだかなって感じなんですよね。こっちとしてはね。
まあ僕だけかもしれないんですけど。懐かしいキャラがいっぱい出てくるな。エトと十蔵に関してはもう本当に初期すげえお世話になったから、またどっかで使いたいな。本当にその東京グール始まって、あるいはインボーク始まって、その 2か3番目の時にそのサソリの十蔵が出てきて、こいつは引かなきゃダメだと思ってね、まあ、10連しかしなかったと思うんだけど、その時は出てくれたのかな。それからずっと使ってたからね、あの十蔵に関してはエトもだけど、本当にあの2つの俺一番お世話になったキャラって言ったらあの 2人かもしれないな。まあ初期の錦もそうなんだけどね。はい、というわけで、第23回占領戦お疲れ様でした。このチケットですね、この大感謝チケットに関しては、まあ、100連ぐらい、まああと1日経ったら10枚くれるのかな。まあ100連ずつぐらい引いていこうかなと、小分けにしてね、引いていこうかなと思います。50連、ステップ3とステップ5で確定枠あるんで、まあ、100連回せば4回確定枠があるってことですね。まあそこで、熟練度上げるなり、したいと思いますね。まあ熟練度上げてないスペシャルガシャのキャラたちいっぱいいるんでね、このハイセに関してもそうだし、鳴上有馬に関してもそうだし、売り絵は上げてたような気がするな。うん、というわけで、使っていきたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。